ガオグライゲン・ノラシンは、タイの男性ムエタイ選手、キックボクサー、プロボクサー。本名は、アーティッド・ダムカム。コーンケーン県ン出身。元 WBC ムエタイ世界ライトヘビー級王者。幼少時代を、毎日のようにいじめられて過ごし、そんな日常から抜け出したい一心でムエタイを始める。極貧でありながら立派に自分を育ててくれたと。 両親に感謝しており、恩返しがしたいとリングに上がる。2004年には、チャンプはゲッソンリット以来のタイ人選手による、K1 ワールド GP 決勝トーナメント進出を果たし、ベスト4となった。そして獲得した賞金で、母国体に土地を改良両親にプレゼントした。今後はそこに家を建てるべくもう一度活躍したいと考えている。引退後の夢は、 小さな食堂を開くこと。好きなスポーツはセパタクロウ、苦手なものはヘビ。ワールド GP シリーズにおいて、体格差を超越した戦いで一気にブレークしたが、もともとは、マックスシリーズに参戦したかったとのこと。減量を観光し、念願のマックスの大会で、佐藤義美洋と対戦するが、判定負け。減量で苦しむくらいなら、 ヘビー級で戦った方がいいと語り、以前、重量級を、主戦場にし続けているが、黒星が目立ちスランプに陥っていた時期があった。また、現、WBC 無栄対世界ライトヘビー級王者だが、現在は、K1 は、愚か日本のリングからも遠ざかっている。2004年7月17日、韓国ソウルで行われた K1 ワールド GP2004 インソウルに出場。 全選手中最軽量ながらも、無エタイで培った技術で、ヘビー級の選手のパワーを攻略し、優勝を果たした。1回戦で、デニス・カーンを、右ストレートで 1RK をし、準決勝で、中坂強し、決勝で、小安慎吾にそれぞれ判定勝ちを収めた。2004年9月25日、K1 ワールド GP2004 開幕戦に参戦。体重、 体格差を覆しアレクセイ,イグナショフに延長位置、R 判定勝ち。同年12月4日の決勝トーナメントに進出が決定する。この試合中、リングに片膝を突きさらに頭を傾けた姿勢をとって、かすめるほどギリギリのところでハイキックをかわしたことで監修の注目を浴びる。この姿を映画、マトリックスの有名なシーンになぞらえて、 マトリックスよけと宣伝され、以後日本で、マトリックスの異名を取ることとなる。2004年11月6日、新日本キックボクシング協会、タイタンズファーストに参戦。マイク・ベルナルドと引き分け。2004年12月4日、K1 ワールド GP2004 決勝トーナメントに参戦。準々決勝で、体重差 53kg のマイティモーに、右ハイキックで 1RKO 勝ち。 準決勝で武蔵と対戦。延長の末、判定負け。2005年3月19日、K1 ワールド GP2005 インソールに参戦。1回戦で、長慶軍、準決勝で、堀径をそれぞれ判定で下し、2年連続で決勝に、進むも、体重差 82kg、身長差 38cm のチェ・ホンマンに、延長判定負け。 2005年8月22日、新日本キックボクシング協会、タイタンズセカンドに参戦。今回で2戦目となる、中迫強から、ダウンを奪っての判定勝ち。2005年9月23日、K1 ワールド GP2005 開幕戦に、昨年のベスト8ファイターとして参戦。レース4に、判定負け。2005年10月12日、K1 ワールド MAX2005。 世界王者対抗決定戦に参戦。減量し、佐藤義美洋と対戦。判定負け。2006年4月28日、新日本キックボクシング協会、タイタンズサードに参戦。天田博美と引き分け。2006年6月3日、K1 ワールド GP2006 インソールに参戦。準々決勝で、中里剛と対戦。ダウンを奪われ、判定負け。 リベンジを許してしまう。2006年10月1日、スラムにて、タイロンスポーンと対戦し、1RKO 負け。2007年1月13日、トルコで行われた4人参加のヘビー級トーナメントに、出場。アゼム・マクスタイに延長判定勝ち、マゴメド・マゴメドフに 1RKO 負け。ヘビー級で、初の小負けを喫した。 2007年6月22日、エクスプロージョンスーパーファイト16にて、ネイサン・コーベットと対戦し、2RKO 負け。2008年3月30日、ザ・カーンにて、フランソワ・ザ・ホワイト・バッファロー・ボタと対戦し、判定負け。2010年3月14日、指導官所属のマグナム・サカイと、WBC ・ムエタイ世界ライト・ヘビー級王座を、かけ対戦。 3R に、肘打ちで、小勝利を収め、王座を獲得した。2013年現在も日本以外の国で試合を、している。また、2012年頃、体にびっしりタトゥーを入れた。ありがとうございます。